にちは、SSTV です。今回は失敗しない荷造りの方法について紹介します。まずは荷造りするものを重いもの、軽いもの、割れものの3つに分けていきます。次に荷物に応じた段ボールを選択しましょう。軽いけど大きいものには特大サイズ、重量物やしっかり梱包したいものには通常の段ボールが二重になっている二重段ボール、長細いものには長物段ボールなど用途に合わせて使い分けてみましょう。重いものの梱包には H 張りと呼ばれる方法で段ボールをテープ止めするとより丈夫に固定することができます。箱に詰める際は重いものばかり詰めると運びづらいので、軽いものと合わせて梱包するか少し小さい段ボールを使用しましょう。割れ物は割れ物包みで一つずつ丁寧に包みましょう。軽いものは中身が動かないように隙間にエアパックや防ガスペーパーなどを詰めるといいでしょう。防ガスペーパーはこのように丸めて使います。隙間なく埋めるのがポイントです。テープはラインナップが豊富です。価格が安いのは OPP テープ、クラフトテープです。一般的な OPP テープは手で切れませんので専用のカッターを使いましょう。テープカッターにセットされた OPP テープもありますので、ぜひそちらをお使いください。布テープは手で簡単にきれいに切れるので使いやすいです。また、引っ越しの際はテープで色分けをするとどこに運べばよいか一目瞭然なのでおすすめです。他にもハンディストレッチフィルム、キモクルリン、滑り止め軍手など便利なグッズを取り揃えております。今回の動画が役に立ったよという方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。以上、SSTV でした。